こちら可愛らしいビオラ、これにねかけてみましょう。薬害が出てるものもあるんですけども、見てください、新しく咲いてるお花に関しては。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は視聴者の方からのコメントでもあった農薬の散布について話をしていきたいと思います。農薬ね、スプレータイプの殺虫剤、殺菌剤などあるかと思います。そういった農薬を花の方にシュッシュッとかけると花が傷みませんか、というような質問がありました。今回そういった農薬散布をした場合の花が傷む傷まないだったりとか、1日の中でやった方がいいタイミング、やらない方がいいタイミングなど、そういったことについて詳しく話をしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただけたら、スプレータイプの薬剤を使う場合の防除のポイントがバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はスプレータイプの農薬なので、お花とか植物を防除するときに皆さんが悩むポイントについて話をしていきたいと思います。実際ね、こんな感じで殺菌剤、殺虫剤、いろいろあるかと思います。まず第一にとても大事なのが、ちゃんと花にね散布する場合は花期寛容のところに登録があるかどうかを見ていただくのがとても大事になります。基本的に登録があるものを使うようにしないといけませんので、その点まずその農薬自体が花に使えるかどうかを、まずこういったねタイプのものがあれば、こちら裏にねこんな感じでしっかり何々使いますよって書いてあります。例えばこう見てもらうと、でこの花き類、観葉植物、バラを除くものには使いますよとか、でトマト、キュウリとかにも使いますよっていうのが書いてありますので、こういった使用上の使えるもの、使えないものがどんな植物かをね、まず見ていただくのがとても大事になります。でね、ちょっとこれ悪い例なんですけども、日向に置いていてこんな感じで容器が色がちょっと紫外線で変色してしまいました。なるべくこういったものを管理する場合には、日陰で直射日光が当たらないところにこういった薬剤とかを置くようにしてもらえるといいかと思います。じゃないとね、成分にももしかしたら影響出てくる可能性もありますので、その点日陰のところで、ね、置くのがベストだと思いますので、日陰で温度がねある程度低いところに置くのがベストだと思いますので、直射日光がガンガン当たるようなところに置いておかない方がいいです。これは悪い例だと思って覚えてもらえたらいいかと思います。で次にね、とても大事になってくるのが、実際に葉っぱとか花に、特に花にかけた時にね弱っちゃうんじゃないのって思われる方もいらっしゃるかと思いますので、まずねその実験を今回してみたいと思います。こんな感じね、こちらね可愛らしいビオラ、ね、可愛らしい色のビオラが咲いています。これにねかけてみましょう。こんな感じでかける、でかける時なんですけども、ポイントとしては葉っぱの裏にもしっかりかかるようにかけてもらうのがとても大事になります。病害虫、葉っぱの表じゃなくて葉っぱの裏につく場合も結構あったりしますので、ちゃんと葉っぱの裏にかかるようにまんべんなくかけてありましょう。でこんな感じでかけてみました。で実際ねこれがどうなるかね、タイムラプスで何日間か様子を見ていきたいと思います。ではいってらっしゃい。はい、ということで少し時間が経過しました。実際に今ねこちら農薬散布をしたビオラちゃんがここにあります。実際にこの様子をまずは詳しく見ていきましょう。はい、実際に実物がこちらになります。パッと見たら特にね何も影響がなかったと思うかもしれないんですけども、ちょっとねこれこの辺見てもらうと若干花びらがシワシワになっているものがこんな感じで何個かあったりします。でこれもそうです。おそらくこれはスプレーの薬害の可能性があるかと思います。こんな感じで殺菌スプレーするときに薬害が
出ることがあったりしますので、実際に使うときには花がバンバン咲いているときにはなるべく使わないようにできるのがね一番なんですけども、やっぱしもう病気とか虫とかたくさんついている場合にはね、まずはその病気とか虫を抑えることが大事なので、花がねちょっとシワシワになって薬害を受けたりとかする可能性はあるんですけども、それを放ってスプレーとか殺菌剤殺虫剤をしなかったら株自体が弱ってしまう可能性がありますので、そういった病気とか出てる場合にはね、花がついててもしっかり殺菌スプレーとかをしてですね、防除をしていただくのはとても大事になってくるかと思います。でね、実際に今ねこういった形で薬害が出てるものもあるんですけども、新しく咲いているお花見てください。新しく咲いているお花に関しては薬害が出ていません。農薬スプレーをやった時にですね、開いているお花の一部がこんな感じで薬害を受けている状態になりますので、つぼみの状態でしたりとか、まだ本当このちっちゃいような本当につぼみ、ちっちゃいつぼみの時とかだと薬害をね受けなかったりする可能性のは高いです。なので一回ねバーッとやってしまって薬害が出る可能性はあるんですけども、出るのは一時的にその咲いてる花の場合が結構多かったりするので、ちょっと ねこういったぐじゅぐじゅになってしまうのはもったいないんですけども、株自体がダメになる方がもっとねもったいないことになりますので、こういったのがあっても次咲く花は普通の通常通りの花が咲くと思ってもらえたら基本的に問題ありませんので、しっかり防除をしていただくのはとても大事になってきます。とは言ってもですね、やはり薬害出したくないですよね。なのでポイントとしては2つあります。まず1つ目、こういったビオラとかファンジーの品種の中でも薬害が出やすい品種や出にくい品種があったりします。正直僕らもやってみないとわからないっていう部分が結構農薬散布の場合はあったりするので、ぜひですね視聴者の方も農薬スプレーを散布する場合ですね、株とかにはね害が出ることはほとんどないんですけど、花が咲いている場合には花にねこういった形でシワシワになったりすることがあったりしますので、いっぺんに全部をかけてしまうんじゃなくて一部ねちょっとかけてみるとか、そういった形でまずですね試験で散布をしてみて大丈夫かどうかを判断するのも一つの方法だと思います。で2つ目、やる時間帯でも結構薬害になったりならなかったりする可能性が出てきます。特に夏場の日中などとても暑い時間帯に農薬散布をしてしまうと、普段だと薬害が出ないような農薬でも薬害が出る可能性がありますので注意が必要です。なので基本的に農薬散布する場合は夕方の少し、ね、気温が下がったタイミングとか、そういった気温が低い時にやっていただくのはとても大事になってくるかと思います。あとはねまた朝の時間帯ですね、まだ3月で寒いので朝一とかにやるのはねちょっと今はまだ NG なんですけども、本当夏の暑い時期とかだったら朝のね7時とか6時とかに、ね、農薬散布するのもね涼しい時間帯に散布して薬害が出にくくするっていうところではありだと思います。今の時期3月とかであれば、まあ、午後の3時以降ぐらいとかそのぐらいにやっていただくのが僕はいいんじゃないかなと思ったりします。あとはね農薬の種類によっても薬害が出る出ないがあったりしますので、実際に自分でやってみるのがとても大事になりますので、もしよかったらですねやってみてください。まあ、ちょっと薬害が出たとしても新しく出てくる花芽とか花とかはですね正常な花がちゃんと咲いてくれますので、やった時に薬害が出ちゃった、ああどうしようと思ってねテンパってしまう方もいらっしゃるかと思うんですけども、基本的には新しいですつぼみとか今から咲く花とかはですね薬害が出ない場合が多いので、出たからといってねあもう全部ダメになっちゃうんだってことはありませんので安心してください。でねこういった薬害出たものだけね取り除いてあげると全然問題ないかと思いますので、そういうふうにですね薬害出た場合には薬害出た箇所をですね取り除いてあげるっていうようにしていただけたらいいんじゃないかと僕は思います。はい、ということで今回は農薬のスプレーについて話をまとめてみました。実際ねもう病気が出てる状態であれば農薬スプレーなどをやって防除をしていただくのはとても大事になります。
ちょっとね薬害が出てしまう可能性もあるかと思いますけども、出たからといって全ての株がダメになることは基本的にはほとんどありませんので安心してください。薬害出た花びらとかですね、そういったものをちゃんと除去していただければまたちゃんと満開になってくれると思いますので、安心してまずは防除をねしっかりしていただくのはとても大事になってきますし、やる時間帯とかでも薬害が出やすい出にくい、同じパンジービュラでも色によったりとか品種によっても出にくい出やすいがあったりしますので、実際に自分でメインで使っている農薬をテストで散布してみて薬害が出るかどうかをですね判断をしていただくのはとても大事になってくるかと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思えた方、ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。